皆さんこんにちは。これより行政書士合格の取説のバタのズバット重要論点ポイント解説講義民法編第1回行っていきます。よろしくお願いします。さて前回までが憲法の講義でした。で今回から6回が民法の講義ということになりますが、まずこの6回でどのテーマを扱っていくのかについて軽くご紹介していきます。はい前6回のテーマは今画面切り替えたところに移しましたと。 今回1回目は、やはり民法という科目が行政書士試験の中でどういう位置づけで、どういうことに気をつけて勉強すべきかについて話すウォーミングアップ講座ですね。そして次回のところからが具体的な論点の説明ということになっていきます。ですので、2回目以降の動画を見る前提として、取説のテキストの該当箇所は軽くで構わないので、あの一読してきていただけると、より理解しやすいかなと思いますので、よろしくお願いします。 はい。では、まずは民法について、えー、具体的に内容を説明していきますえ。行政書士試験の中でウェイトが2番目に高いのが民法であると。まあ、行政法が一番高いんですが、民法も25%ぐらいが配点としてかかっているので、結構ウェイトが大きいですね。そしてえ、憲法にはなかった記述式というものがあります。 まあ、卓越式も憲法とはまた違ったようなあの形式のものもありますので、今からご紹介していきますね。はい。今画面切り替えましたが、えー、民法の過去問出しましたと。まあ、あのマークシートなので妥当でないものを選んでくれという、この形式は憲法とは変わりませんと。ただ、問題の内容を見てもらうと、 民法はこう B さんとか A さんとかね、えー、具体的なあの人物が出てきます。で民法自体がこの後説明していきますが日常生活でまああの直面する問題点に関しての解決策を示したものなんですよ。ですからお金を貸したけど返ってこないとかこう騙されて契約をしてしまったとかいう時に揉めちゃってますよね。それを民法でどう解決するのかっていうところがありますので。 えー、民法の問題としても事例が多いんですよ。なので、えー、しっかりとこう A さん、B さん、C さんとか、こう自分なりにこう図を書いていかないと整理ができないんですね。これが憲法とは少し違うところです。そして、でこれ、択一問題なんですが、記述式問題の存在、これが大きいですね。民法は、こういった今、画面切り替えましたが、記述式が2問問われます。 やはり記述式も基本的には A さん、B さんの事例形式です。ただ、マークシートが事例形式の問題に対して、丸かバツかで答えてくれということに対して、記述式はこの事例の解決策をだいたい40字で手書きしてくださいという形になるんですね。こんな形で作業を知ってとか、手書きで書いていかなければいけないということになってきます。 でそうなってきますと、やはり受験生の悩みが出てきますよね。記述ってどう書けばいいんですかと、こう本当に当日に、この事例からこういった回答が浮かんで正確に書けるかどうかというところを気にされる方がいらっしゃいます。で、まずなんですが、この記述式の問題ね、上から下に見たときに、内容が理解できるかどうかは、イコール、 一般的なマークシート問題が解けるかかどうかなんですよマーークシート問題の丸伐が判断できないということはやはりあの記述式も書くことができないということなのでまず勉強を始めた皆さんは記述がどうかという意識よりもマークシート問題がしっかり解けるかどうかということに意識を向けてください、うん、でマークシート問題がしっかり解けるということになった後に、えー、記述式問題 のところで、まあ具体的に各練習するという形で構わないと思います。よろしいでしょうか？はい。ではえー、っと画面切り替えていきますね。はい、知っとく民法の特徴と学習法とあります。まあ、先ほど話したことと内容がまああの重複してくるところもありますが、何学習するの？ はい日常生活で起こるトラブルを解決するためのルールを学習しますはい改めて見ていきますが皆さんもねネットショッピングしたことある方多いと思うんですがこう注文した商品が届きましたと届いたけど段ボール開けたら壊れているケースはあるわけですよね。ここんんな時何が言えるんだってことですもちろん感情論でいろいろ言うことはあるでしょうね。 ただ、本当に法律として、ルールとしてどうなっているかということを見ていかないといけないのが、行政書士の民法の試験問題ということです。例えば民法だと、修理してもらうですとか、代わりの商品を送ってもらうですとか、契約を解除して返金してもらうですとかね、もし、壊れていることに対して、損害が発生していれば賠償してもらうとかいう形で、もちろん感情論でもこういったことを主張することはあるでしょうが、民法でもちゃんとルールで決まってます。 また詳しく勉強していきますが、まあ、こういったものを難しい言葉で、契約、不適合責任と言いますあの、左の方と右の方で契約してるんでしょうね、はい、左の女性の方が買ったんですと、右が売ったんですね。 はい、売った人からすると、契約内容にぴったり合ったものを、まあ、届けてないというところで責任がありますよ。でその責任としては、まあ、修理をするとかね、代わりの商品を送るってことなんです。はい、なかなかね、こう民法の言葉だと難しいんですが、まあ、やってることは日常生活でも送れることですね。もう一つは、まあ、階段でバーンとぶつかって怪我してしまった、まあ、被害者側からどんなことが言えるのかということで、 まあ、ぶつかった時に時計壊れてしまったらば時計の修理ですとかね。まあ、怪我してしまったら怪我の治療費とか、それが長引けば働けないですから、働けない期間の生活費とか、こういったものが請求できますと。こういったものは民法だと、まあ、不法行為っていう言い方をしますよね。聞いたことある方もいると思いますが。はい。こういったものを学習していきます。 で民法の目標政党数ということで、ご支度一マークシート、9問中6問の政党とありますが、これ、あくまで、まあ、平均値的なものなんですね。つまり、年によって民法難易度が大きく変わります。書いておきますが、年度によって難易度が大きく変わります。 はい、今この動画収録している時点で2021年の本試験が終わりましたとで分析しているところなんですが2021年は、ね、民法がものすごく難しくて合格レベルにある方でもこのマークシート9問中3問ぐらいしか取れないって方多いんですよ、すごく難しかったんですただ、うまくバランスを取るのが試験でもあるので民法が難しいとしては例えば。 行政法が優しかったりしてトータルでまあ合格点いけるってことなんですがちょっとあの2021年のことを考えると民法って難しかったんですねなのであくまでも6問というのは参考値であって年によっては3問とかね7問とか結構ばらつきはあります、うん、まあただしっかり取説の中身を学習していただければ合格者が取るべき点数は確保できますのでそこは安心してください はいで、記述式も2問問われますが、まあ、例年1問は分かりやすい問題で、1問が分かりにくい問題が多いです。うん、なので、まあ、1問はしっかり書ければいいかな、もう1問は、まあ、満点狙えないけども、まあ、部分点狙いですかね、ある程度のことを書いて、点数を半分ぐらい持って帰ってくるという回答で構いません。はい、そして、誤支度、区域記述式に共通するのが、先ほどもお伝えしたところですね。 事例問題が多いので、誰が誰に何をしたのかが自分なりに分かるように整理しなければいけません。うん、ただ図を書くといっても、初めて法律を勉強する方は図の書き方から分からないということもありますので、取説はとにかく講義使いという形の図をたくさん入れています。なので、まずは取説の A とか B とか C の,このイメージ図を真似る形で書いてみると。 そして、実際に問題解いてみる中で、問題でも A、B、C が来たら、また書いてみるという形で、練習をしていかなければいけない。なので、結構時間かかるのが民法ですよ。はい。あのー、取っかかりはいいんですけども、なかなかこう、力がつくまでに時間かかるのが民法です。はい。なので、早めに学習していただいて、長期的に勉強することが必要なんですね。はい。ということになっていきます。 でえー、と記述式の話をもう一度しておくと、まあ、最初の段階ではあまり記述式は意識しなくていいという話をしました。ただ、やはり勉強していく中で、どのテーマが記述として問われやすいかについては、先に知っておいたほうがいいですよね。後々、記述の勉強するときに、それ分かっておいたほうがいいので、あの取説のテキストのところには、あの記述で出そうなものは、記述で出るっていうあのマークをつけてます。 はい、例えばね、自己契約、双方であの禁止という子に、記述に出ると書いてますから、あのこういった事例が特に記述で問われやすいのでということで、しっかりとこのあたりを記述対策として読み込んでいけば、あのしっかり記述も得点できますから、あの安心してくださいということになっていきます。はい、ということになりますね。 今回1回目ですから、イントロダクション的な形で終わっていますが、あの次回からね、しっかりとポイント解説講義していきますので、2回目が時効です。なかなか受験生が理解しにくい時効のところについてしっかりお話をしていきますので、この動画を見る前にね、軽く時効部分は確認していただけるといいのかなと思います。はい。えー、では本日の講義は以上となります。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。